は草津の陽毛でやってまいりました。何が行われているかと言いますと、近江のお城ジオラマ展示会が主催の菊屋書店さんのお向かいの方で開催しております。開催にあたりましてですね、まあ、新コロナ、新コロですね、こういう対策としまして、アルコール消毒の方をしっかりしていただいて会場の中に入っていただくことが一つ、あともう一つは必ずマスクをして入場してください。で、自分が大丈夫でも相手にやるようなできるべきこともありますので、まあ新コロだけじゃなくて、この対策にもなりますので、必ずそれを守ってこのジオラマ展示会にいらしてください。それとですね、同時開催でスタンプラリーの方をやっております。2階のところに、スタンプの方を設置しておりまして、1番は安土城、2番は沢山城、3番は小谷城、4番は坂本城、そして5番は長浜城、そして6番は何かな天下府分スタンプの方を全部揃えて、この会場の方にお持ちください。では中に入ってみたいと思います。忍者も今日はマスクです。はい、では入りたいと思います。アルコール消毒ね。どうぞどうぞ中を入りください。入ってまいりました。大きな上りの方がデカデカとなっております。デカデカの感じです。それでここを今ってみたいな作品は最初壊れやすいのじゃ、樹液に触れられぬよう頼みますという注意書きが書いております。見るだけですよ。見る価値ありますなとされてます。大好きなあの武将さん探しに行きましょう。で、今あの戦国ブームですから、秘密秘密がやっぱりね、ですかね。ほぼこの方行くと石田道成の方ですね。この辺ね、なんかお買い求めたいな。黒田官邸、かっこいいですよ、これ黒田官邸の。ね。さてさて、こちら行きましょう。これですよ。体操壊れやすいのじゃ、だから触っちゃダメです。バツ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 。触っちゃダメです。ねえ、いろんなのがあって。いつもいる彦根城ですよ。こっちが前やねんけどな。ここに待ちついてるね。岐阜城。あ、武士がいるじゃないだ。なんか刀を持っとると、刀を。いいのか今度は。銃刀法違反じゃねえのかこれ。大丈夫かこれは。うわ、来たぞ。後ろ、なんか。最新のカメラを持っとる。最新のカメラを。あれおかしいぞ。くせ者じゃ、くせ者じゃ。怪しいやつがおるぞ。こんな感じでね。これ何でしょう、2人が。まだまだありますけれども、後ろの方を映していただいて、皆さん、ゆっくり見に来てください。みかんは、本当はみかんのジオラマ人物のね、フィギュアを置いて、本当はこう城に入ってるみたいな感じ。あ、あれ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 、あんな感じにしたいんですよね。はい、OK です。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで、本当はみかんもこういう感じでここにいるっていう想定でね、本当はここな、ここで立てたいんですけど、こういうフィギュアを流行らすっていうのも一つ手ですよね、ジオラマに対してね。 3D プリンターで作っていくのか、ね、
ではまた後ほど佐藤さんにお話を伺いたいと思います。では後ほど。